朝7時過ぎから一気に雪が降り始めました。視界も悪く道路が白く染まっています。厳しい冷え込みとなった今朝、羽咋市の最低気温は氷点下 0.6 度、金沢市では 1.2 度などと2月並みの寒さのところが多くなりました。こちら金沢市の兼六園です。最終日の今日は唐崎の松で雪吊りの取り外し作業が行われています。この寒さの中、春の訪れを告げる雪吊りの取り外しが今日最終日を迎えました。この時期に雪降るって思ってなかったんですけど、前は夏に来たんで、雪が降ってる兼六園もいいかな。気象台によりますと、この寒さは明日まで続く予報ですが、週末は平年並みの気温になるということです。